前田殿も。山田さん、おはようございます。おはようございます。ちょっと来ちゃいました、ここまで。ウェルカム。はい、ということで今日はなんとエスコンフィールドに、そして岩本さんの解説に密着ということで、はい、嬉しいね。果たして岩本さんの1日はどんなスケジュールを送ってるのかなっていうのがちょっと疑問に、なかなか謎ですよ。なかなか謎なんですよ、うん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 、で、気がついたら北海道、気がついたら大阪とか、うん、いや東京みたいな。いろんなとこいるでしょ。いるので、今日はもうここ、札幌まで来てしまいました。嬉しいね。新たな発見が見れるんじゃないでしょうか。そうなんですか。はい。はい、今だ、時刻が約、9時50分なので10時ですね。はい。はい。今日はね、エスコンフィールドのいろいろ、はい、私たちも YouTube 動画でしっかりと撮影しようというミッションもあれば、はい、私がどんな仕事やってるのか。驚くよ僕の行動範囲。今日はたくさんのファンの方もご来場されると思うので、うんうん、いろんなインタビュー撮ったりとか撮ったりとか、はい、球団社長さんも、あ、嬉しいね、全面協力で出ていただけるということで、ファイターズのフロントの方々にも理解を得てね。そうなんですよ、まあ、本当にありがたい話です。社長自ら話するでみたいな、はい、ちょっと綺麗なお姉さんをちゃんと見てもらってそういうのも言わんのやから。普段のこの解説の時、例えば18時プレーボールって場合は、はい、大体もうこの時間ぐらいから動かれてるんですか、岩本さん。いやだってそんなわけないですよ、今午前10時でしょ。午前10時なんですよ、はい、かなり早いですけど、今日はもうちょっとエクストラの仕事があるんであれですけど、普段は3時間前行動を心がけます。はい、あのプレーボールの3時間前に行くと、大体情報収集から両チームの選手の顔色も見れるし、はい、うん、それはどこに立ってようと、それは自由なんですよ、はいはい、うん、選手のそば行きたければ可能な範囲まで行って話を聞く。あ、そうなんですね、うん、まあ、放送席からじーっと見てる時もあるし、へー、うんうん、で、まあでも他の仕事の具合でね、そうですよ、ね、1時間前ぐらいに到着することもありますよ。うん、僕ら情報命だからね。そうですよね、うん、でまたね、最近はその情報を信憑性ある内容をちゃんと自分で見極めないと大変なのよ、はい、あ、面白おかしくさ、憶測でバーッとネットに放り投げる人もいるでしょ、うん、そうなんです。これファンの人じゃなくてね、言うたらあのプロの、はい、私たちメディアの人間までもそうする時あるから、うん、あれあかんよな。わかんすね、うん、ちゃんと裏取らんかいと、うん、そういった意味では私いろんな人とこう仲良くお付き合いさせてもらって情報の共有交換はやってるんですよ。うん、ちょっと球場まで向かっていきたいと思います。はい、安全運転で行きましょう。はい、あ、ちなみに今この路面電車の線路、はい、はい、これはいつだったっけな、もう10年経つかな、ループ化に成功して環状線のようにぐるぐる回ってるんですよ。まあ、補足情報です。それでそれにあやかって、はい、ファイターズの打線のつながりがいいときに、はい、ファイターズの打線絶好調、ループ打線、もう止まることを知らないよと、全然入らなかったそういうの見切り言うね見切り全然入らなかった岩本さん、この辺はあれですか、現役の時は遊ばれてた場所ですか。いや違いますよ、ここは何と言ってもあれですよ、この先行くと、はい、優勝した時にパレードした道ですよ。あ、ここがそうなんですか。ここ駅前通り、今駅前通りに向かってるわけですよ。すごかった。あの時パレード12万人もっとかな、紙吹雪あるでしょ、あれ市からなかなか許可が下りなかったんですよ、今から言えますけど、はい、でもちゃんとボランティアの方含めて後片付けちゃんとしますか、ただ市から OK 出て、はい、札幌市から、ほんだあの紙吹雪すごくて、はい、うん、あ、ここや、この駅前通りを、ね、はい、パレードブワーッて紙吹雪すごくて、あの歓喜まだ感動覚えてるな。でその後ボランティアの人含めてみんなで掃除したんですよ、はい、ほんならパレード開催前より街が綺麗になったっつってうん、なんか面白い VTR が残ってる。あ、これ左手に見えます、札幌グランドホテル、はい、岩本邦
クリスマスになれば、おクリスマスディナーショーをやるとこですよ。あ、ここなんですかね。そうですよ、ここでやられてたんですね。はい、あれから4さん、はい、ここまでやってまいりました。見てください、すごくないですかこれ。大自然の中を行くんですよ。もう本当に僕がイメージしてた北海道ですねこれ。車だってね、北広島インター降りて15分から20分あったらもうエスコンフィールドに着きますよ。もうその新しいこれ道作ったんやね。あ、そうなんですね。あ、これはあったか、これはあってこの道はあったんだけど、もうすぐね、ほんと新しい交差点がある、ね、面白い交差点、美味しいぜ。自然と言ってまうね。ね、夢なんですよ、こういうところで山本さんもチャンネルライブするのが。ライブするの、はい、こういう真ん中でやりたいんですよ誰もおらんところで。ほんと10万人突破 したらやりましょうね。やろうな、10万人突破イベント、イベント見て、ほらこれね、ヨーロッパでよくある交差点なんですよ。何やったかな名前で、この交差点にサークルになってる交差点入っていって、自分の行きたい方向に向けていくというね。ほんで中に入ってる車が優先、うん、こうロータリー回ってる時に私たち優先でこう待ってくれてるでしょ。これ抜けたい方向に行くわけ。これね、意外とね止まらないの、ずらーっと並んでても止まらない、ずーっと車が動いてる。これストレスじゃないの、すごいでしょ。これが新しい道、ナビにも乗ってない、今ナビにもない、見にくい、いい、大丈夫、ナビにも乗っていないこの道なんですよ。これがエスコンフィールドのために作った道。ルーフオープンしてる、すごいテンション上がる、すごいっすね。うわでっけえ、ルーフオープンしてる、スタンバイ映像もすごいよ、すげえ、かっこいいっすね、うん。工事現場、工事の時から、はい、掘削の時から見てるから、なんか感慨深い、本当に。いや、マジで綺麗、うん、よっしゃ、採用さん、着きました、着きました、はい、今日一日密着させてください、任せてください、はい、私の仕事っぷり、カメラついてこれるかな、よろしくお願いします、お願いします、出す。山さん、密着させていただいてますけども、はい、いろいろそうだったですね、今日は。改めてエスコンフィールドの良さなどを感じさせていただきました。でもね、多分ね、スタッフの方も感じたと思うんですけど、僕めちゃめちゃ周りの人に支えられてるでしょ、はい、会う人会う人声かけて、ということは会う人会う人みんなと携わりを持たせてもらって仕事してるんで、なんかこう会うとテンションが上がる、はい、だから僕は人がいるところで仕事やらせてもらい、輝こうと努力してるし、人に助けられてるんですよ、そういうことですわ、はい、なんでここからあと1時間約2時間後にプレーボールということで、はい、まあ、それはそれでね、またねギアチェンジなんですよ、はい、うん、すっごいハードですけども大丈夫ですよ、うん、はい、ギアチェンジ、どこでどうやって何かがそこに悪い影響を及ぼすということはなく、ちゃんと線を引いて、もうインデックス岩本ですから、あ、ちゃんとやっとるわけですよ。
まあ、そのあたりもググッと見てもらったら、はい、もう4分くっと一層入ってくるんじゃないの、はい、あとちょっと頑張りましょう。お願いします、うん、ただただ明るい、それも持ち味なんですか。私そうです、ありがとうございます。そっちの方がすごい、ありがとうございます。今日も見てもらってください。ありがとうございます。これから岩本さんの生き様な声で喋り尽くされると言ってまいります。はい、お願いします。はい、岩本さんが来ました。お願いします。お願いします。お願いします。ツイッター用のまず写真、はい、赤の君これ、はい、普通でいいです、こっちは。いきます。はい、チーズ。はい、じゃあ出ないと用ちょっとふざけて OK です。はい、お疲れ様でした。山さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。1時やりきりましたか。ねえ、今日今何時。10時です。うわ、11時間エスコンフィールドにいたね。はい、うん、でも僕ももう開業して5ヶ月ですか。エスコンフィールドの魅力もいろんなとこ行って味わわさせてもらったけども、改めて今回この世界規模のボールパーク味わさせてもらった。ああ、そんな感覚。充実感あるね。ああ、まあ、今日岩本さんで一日にね密着させていただきまして、ああま朝から晩までありがとうございました。いえいえ、あの私のその行動力皆さん感じていただいたんじゃないですか。はい、ほとんど休んでないってことを僕言いたいです。裏で見てたので、はい、一個も休んでないっていうのを。ああ、それ感じてくれました。めちゃくちゃ感じました。あのね、僕一日行動活動の中で休むってもったいないね。なんか僕の中でそんなんやね。はい、何かこうアクセスしておきたい性分かな、うん、あーなんてね、うん、山さん明日は移動ですか。明日は移動なのよ、朝一番で。ここから朝一で。そう、大阪に行くんですか。大阪よ。もう母ちゃん待っとんねこれ。もうほんま元気ですね。最近アクセスがどこでも良くなったから、はい、あとはエスコンフィールドは新駅できて、ファンの方々がねもっともっとあのいい環境でそのファイターと見守ってもらえるようになるってコーヒーとして今日お疲れ様でした。お疲れ様でした、はいはい、ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。